こんにちは、ヨッピーです。ですね、今日はですね、エンドボックスですね、先日高速道路をね、乗ってみたという動画を上げましたが、それはね、この車で走りました。今までね、18年間ゴルフ4に乗ってましたが、18年ぶりの新車の買い替えということで、もう一番の気に入りはもうこの黄色ですね。ちょっとね、今雨降ってるんですけど、ちょっとメタリックが入ったような黄色がもう一番、かっこいいなと思ってこちらにしました。デザインもですね、まあなんかこう飽きのこないデザインで、カスタムよりは私はもうこっちの方ということで、もう完璧に決めてましたね。で、早速ですね、ちょっと中とかですね、あと軽自動車ということでね、もうこの駐車場のスペースがすごい広くなっております。あとこれですね、スマートキーなんですが、これは別にもう何もポケットにこの今入れたまんまでドアに手かけるとそのまま開いてしまいます。そんな感じですね。で、ここがですね、もうフロアシフトと違って何もないこれ平らなんで、もう簡単にもう運転席から乗り降りすることあんまりなくなりましたね。はい。で、こんな感じでございます。オプションはですね、ディーラープ、あ、メーカーオプションは、このホンダ GL ホンダセンシングにはついてないですね。サイドカーテンエアバッグ、これと、あと右側のパワースライドドアですね、これをメーカーオプションで付けました。それとディーラーオプションはこちらのですね、皮巻きステアリングカバー、これ全体がきちっともう本革のやつも売ってるんですけど、それだとね5万円くらいしてしまうんで、まあ5万円せっかくねステアリングついてきてるのに5万円はちょっと払えないと思ってこれにしたんですけど、カタログではね9800円ぐらいだったのが、まあ実際取り付け工賃が込みになる、まあこれ確かにこの網上げがね、これ目難しそうなんですが、これが入って2万円ぐらいしましたね。それとあとはオプションで、これも皮巻きのねステアリングシフトノブ、もうこれもうなんていうの、ドライブドローしかないんで、もう全然ほんと触んないんですけど、まあ、やっぱここがプラスチックって、ウレタンよりはね、やっぱこういう方のがいいかなと思って、これにしました。それとナビですね、ナビ。ギャザーズの純正ナビ。純正ナビじゃないと、一応このステアリングリモコン、まあ、社外品ではなんか聞くようにすることはできるらしいんですけど、これの動作保証しないということで、やはり、あえて純正ということで。後で説明しますけど、マルチインフォメーションディスプレイにもね、これ対応してるんで、やっぱりこっち純正ナビの方がいいかなと思いました。で、純正ナビは一番安いやつです。ワンセグも、フルセグももちろん映らないし、DVD も見れない。ナビとオーディオだけっていうことで。まあ、運転中絶対にこの俺テレビとか見ないし、まあ安全運転なんで、まあ DVD もね、DVD なんて持ってないんだよね。もう、ブルーレイなんだよね。ブルーレイが見れるんだったら、それにしてたかもしれないけど、基本テレビ見ながら運転なんてめちゃくちゃ危ないんで、やらないんでね。もう絶対これ。まあ、これで十分かなと。で、音質なんですけれども、意外とですね、標準のスピーカー、多分紙っぺらで作ったようなね、スピーカーなんですけど、多分結構まあ、聞けるなと思って、だからスピーカー交換当分しなくていいやと思って。本当は納車してちょっと経ったらトレードインスピーカーみたいなね。こちら。まあ、ここだけ開けるわけにいかないんで、もうドア全部これ剥がして、この中変えるんですけど、ドアのこの、スピーカーの周りっていうかね、その土台も変えられるんで、まあ、それにしようかななんて思ってたんですが、まあ、十分。音十分。うん。十分ですね。それとあとね、オプションがね、このゴムのマット。うん。これがね、やっぱプラスチックだと、ここも結構いろんなの置けるんですよね。これサングラスですけど、サングラスケースですけど。うん。いっぱい置ける。あと、ここにね、USB3 発ついてます。標準は2発なんですが、このギャザーズの、カーナビつけてるんで、これ、もう一個ついてるんですね。で、これは充電だけじゃなくて、なんか USB のマークついてるんだけど、これ、一回俺も
あ、今撮影してる iPhone をくっつけたんですけど、やっぱり Bluetooth 接続の音楽再生とかしかなんないんで、ちょっとよくわからないです。何に使うのか。マニュアル見ればいいんですけど、まあ見てもちょっとよくわからなかったです。あとグローブボックス、浅い、すごい浅いですけどね。あとはこんな、ナビのね、通信機器。インターナビのね、これが入っております。これがね、ちょっと邪魔というか、入れるとなんかちょっと収まりが。あとはですね、標準装備で ETC ついてます。それと、あとオプションは、ないかな、あとは。そんなもん。ね。それでですね、あとこれはワイドミラー。カーメイトで出てるあのワイドミラーですね。ちゃんと後部座席の、後部座席のですね、警告ランプに対応してるタイプでございます。あとこのドラレコ自分でつけました。こんな感じですね。配線もね、まあ、きちっと隠れていると思います。ドラレコね、これから NBOX につける方、一応ですね、まあ、いろんなやり方あると思いますが、このカーテンエアバッグついてる車は、なんかここのクリップがなんかちょっと特殊らしいんですよ。普通なら手でバコって外れるんですけど、これがついてると、なんかここを叩けって言うんですよね。なんか説明見ると。叩くと、なんか中のクリップが沈んで外れるって言うんですけど、そのクリップまた使うにはなんかこう引き出して使えみたいな。しかもなんかここ衝撃加えるのちょっと怖かったんですよね。なんかね。で、よくよく調べてみると、これは手で外れるんですが、これバコッと外して、そうするとこの根元が、このフロア下からですね、潜って中見ると光見えますんで、ここから、まあ配線通すできるようなアルミワイヤーみたいなね、ものでこう引っ張り上げて、配線こう、通していくと、もう簡単にドラレコ、簡単につきますんで。で、まあ今はね、こうやってシガーだけで撮ってますけどね、これも、すごく、ちょっと暗くて分かりづらいと思うんですけど、配線隠れる場所、ここ全然あるんで、問題ないです。で、後々ね、これヒューズボックスからね、電源供給しようと思ってるんで、まあ今はまあ、これちょっと時間もないし、冬なんで寒いんでね、あんまり作業したくないんで、こんな感じでやっております。そうですね、まあ、特にね、僕が選んだのは、この、ベンチシートタイプっていう感じですね。で、パッとね、こう座った感じ、ゴルフ4とね、こんなに変わんない広さだなと思いました。うん。ね、空間も全然もちろん広いし、ね、そんな感じでございますね。で、メーターなんですが、うん、やっぱりですね、旧型よりはこっちの方が見やすいんじゃねえかって思いますね。で、何よりもこの演出が結構いい。まずちょっと運転席から乗った。これですね。なんかこんなのがついてると、やっぱ、なんかちょっと違うなって感じがします。それと、やっぱりこのあれですね。オーディオのリモコン、これボリュームだとか、トラック、ね、iPhone ので聞くのがほとんどなんですけど、それも聞いて、まあ、電話取ることもできますね。あとはクルーズコントロール関係の、スイッチこっちにあります。で、さっき言ったように、これディーラーオプションでね、このコンガオ巻きステアリングつけたんで、若干握りは太くなってますね。うん。でもまあ、そんなに違和感もありません。うん。あとはオプションでは、白いね、タイプ、北欧コレクションとか言って、そっちだと人工の革になっちゃうんで、注意が必要です。これは本革なんで、多分結構長持ちするかと思うんですが、人工のものはね、そんなに長く持たないんじゃないかなと思って、一応こちらにしました。まあね、本当に使い勝手は、すごくいい感じです。私も11月3日にこの車を見に行って、買うつもりはなかったんですよって、買うつもりなくて、妻とただ単にこうやってこの椅子にね、二人で座って、狭くないかどうかだけを確認しに行っただけなんですよ。俺で、1月になってからじゃあ買いに行こうかとか、いうかまあね、ぼちぼち探そうかというふうに思ってたんですけど、気がついたらその日に契約をしてたと。本当はね、そのホンダ行った後はね、ダイハツ行こうかなと思って、ダイハツのムーブキャンバスをね、見たかったんですけど、
まあせっかくね新車買う機会なんで、あのいろいろ見て回りたかったんですが、結局まあこれに決まっちゃいましたね。まあ別にこれ最初から買うつもりだったからいいんだけど、それであとカーテンエアバッグついてるんで、あの他のノーマルだとついてないんですけど、これグリップついてます。まああんま使わないけどね。うん、ここにもこうついてて、万が一の時はまあ、あのエアバッグが開くと、そういうことですね。で、さっき言ったように、パワースライドドアもですね、あの右と左両方ついてますんで、で ここでですね、実はこのカーテンエアバッグつけて、これは絶対つけたかったんですけど、右のパワースライドドアは別に考えてなかったんですよ。ところがディーラー行ったら、これとこれがセットじゃないとダメだって言って、それで10万くらい。んで、これが1万円かと思ってたら2万円。っていうことで、なんかターボのね、との差がね、最初20万だと思ってたのが7万くらいしか差がなかったのかな。で、後でちょっとターボに切り替えができませんかっていう風に聞いたら、もう無理だということで、まあそのままね、iVTEC の入った NA エンジンタイプの GL ですね。NBOX GL ホンダセンシングの仕様となりました。あとですね、その、マットもね、一番安いやつです。あの、純正ね、あの、なんかマットが、社外品とかもありますけど、巻き込んじゃったりして、あの、止まらなくなったとかね、そんなの困るんで、一応そういうことも配慮して純正選んでます。まあ、これだとね、ちゃんと、こういう、あの、ちゃんと合わせてあるはずなんで、まあ、安心なんでしょう。うん。それとですね、まあ、あと、収納ですね、いっぱいあります。あのドリンクホルダーでしょ。だここにも入れる。ここにももちろん入る。ここにも入るんです。あと、このハンドルの下にも入るっていうことでね。もう至るところ収納だらけでね。これは今までのドイツ車と全然違いますね。かといって、そんなに物を置くかって言ったら、でも、これは一番便利。あの、もう、ここに iPhone 置いて、財布、家の鍵。うん。とか、ポンポンポンと置いて。うん、これがなんかグローブボックスだといちいち入れたり出したりとかって、うん、なりますけどね。それが面倒だなと思ったけど、これはもうほんと使いやすいです。で、ゴム。これも社外品が出てるんですけど、純正のゴムですけどね。引いて正解ですね。うん、あんまりこう滑らないし、音もうるさくないと。あとはね、あの、肘掛けですね。前のゴルフ、グレード低かったんで、これついてなかったんですけど、久々にやっぱこれがついた車に乗りました。まあでもちょっと邪魔くさいかったりもするんでね、こういう風にしてますけど。うん。あとインテリアのカラーはですね、あのカスタムだともう全部まあ黒基調のものになるんですけど、僕はねこのノーマルの外装のデザインがすごい大好きなんで、うん、あの飽きがこなそうなね、あのものになってるんで、このあと中もね、この白と、なんだこれ、アイボリーっつうの？モカっつうのかな？モカこれか。まあ、このね、三つのね、基本構成でできてるこの車内がとても開放感があっていいなと思います。手に、ここのとこもね、白くなってるんで開放感があるかなと思います。あとあのミラーはね、なんか使い方がよくわからない。何がどこが見えてるのか、これで改良型らしいんですけど、うん、ちょっとよくわからないですね。うん。まあ、ちょっとエンジンかけてみましょうか。エンジンボタンはですね、あの、ここにあります。なんか、不評らしいですね。こんなとこにあるとか。ただ、LED なんで、めちゃかっこいいです。ね。本当に。今、ブレーキ踏んでみました。もうね、あの、ここで回すタイプと違っても一瞬です。で、この針が触れる瞬間、かっこいいですよね。うん。それでですね、やっぱりこの、マルチインフォメーションディスプレイ、これがすごくいいです。あのナビの案内してに方角がこう出たり、あとはそのアイドリングストップができませんとか、いろんな結構な情報量がね瞬時にここの視界に入ってくる。あとはですね、この緑のマーク光ってますが、これが光ってる時はイーコンモードがオンになっております。
まあ燃費に優しいということでらしいんですが、活発で走りたいときは切った方がいいということらしいです。まあこれ切るとアイドリングストップしないしね。うん、まああんまり違いはよくわからなかった。うん。っていう感じですね。あとね、やっぱね、ホンダセンシングがこっちついてますんで、うん、これでかなり、こう、他のメーカーにはない、あの、機能がね、盛りだくさんでございます。ではですね、ちょっと後席の方、行ってみましょう。やっぱ楽ですね。パワースライドドアはね。はい。まあ、遅いんだけど別に全然問題ないです。あとは、こういう風に LED に変えました。はい。あの、楽天スーパーセールの時にね、なんか半額でしたんで、非常に安かったです。あと、ここに収納っていうことと、あとフック。うん、もう、なんていうんですかね、もう、足元はもう広いっすね、これね。うちは免許証を持ってるの俺しかいないんで、ここに座る機会はないと思うんですが、後ろに座る人は楽ちんでいいと思いますよ。あ、でもこんなね、ドリンクホルダーもついてますしね。うん。あと何このサンシェードですか。うん、いろんな、これはやっぱどっかのメーカーが先にやったんでしょうね。簡単に真似されちゃいますね。うん、これフルトリムじゃないんだ。まあ、ちゃんとね、サイドカーテンをこう後ろの席にもね、効くようになってます。はい。ね、ここ、ドアポケットあるし、ここにもメッシュ素材のまた入れ物あるし、収納だらけでございますね。うん。てか、本当にこれが軽自動車なのか、俺未だに信じらんないですよ。うん。だって、ミラーとかアルトとかってそんなにでっかく見えないじゃないですか。むしろちっちゃい、本当に。それと、外寸が一緒っていうね、まあ高さ以外は、ちょっと信じられないですけどね。うん。まあ、今こういう時代なんですよね。やっぱりね、パワースライドドアなんで、この我が家のね、この駐車スペースなんで、結構楽ですよね、こうね。うん、右側も取り付けてますんで、うん、乗り降りしやすいです。まあ、あとはお約束のね、ドライブレコーダー録画中と、あとはまあ、こちらですね、貼っております。あとですね、この、ナンバーのフレームですね、これと、あとロックボルト。こんなのがね、1万2000もするということで、ちょっと驚いてますが、まあ、ほんと、でかいですよ、これ。自分で身長よりでかいんですね。うん、タイヤはですね、14インチの、155-65R14 ということでですね、ブリヂストンのエコピアってやつがついてます。低燃費タイヤってやつかな。うん、まあね、減ったらまたちょっといいタイヤ入れたいなと思ってますけど、あとはキャップね、オイルキャップ。まあ十分ですね、これでね。うん。アルミとか、まあお金があればそれに入れ替えたいなと思ってます。うん、これ十分です。